ちに嫌な思いをさせたのが自分だっていう、うん、ちょっとあとこっち側に何人もいてね、うん、何人も写真撮ってたりすると分かんないからね、うん、そうですね、うん、皆さんの写真には霊界からのシグナルは現れていませんか？カナダ、オンタリオ州ケンプトビル、大自然に囲まれたこの町に住むヘリル・ジャックさん一家の次男坊ライアン君。彼は正義感の強い心優しい男の子。その性格は警察官である父マークの教えによるものだった。いいかライアン、よく聞くんだ。困っている人がいたら必ず助けてあげなくちゃいけないんだよ。どうしてパパ？自分が困っていたら助けてほしいだろ。誰だってそうなんだ。人間はお互いに助け合って生きていくんだよ。分かったよパパ。よし、いいことまだ幼いこの6歳の男の子が起こした大人たちでも真似できない世界中を感動させたある大きな奇跡とは。奇跡の始まりは4年前のある日のことだった。カナダでは蛇口をひねれば当たり前のようにきれいな水が出てきます。みんなは学校でも家でもすぐに水を飲むことができますね。でもそうじゃない人たちもいるのです。ナンシー先生の話にライアン君は愕然とした。それはアフリカの一部の地域で痩せた土地に生きる人々が食料はおろか清潔な水すら飲むことができず、尊い命がなくなっているという事実だった。カナダと違ってアフリカでは水道設備が整っておらず、井戸を掘る資金すらない状況だった。泥水や汚染された水を飲むしかないアフリカの子供たちが何十万人と命を落としているという悲惨な現状を知り、感受性豊かなライアンは衝撃に打ちのめされた。はい先生。ライアン君、井戸を作るにはどれくらいのお金がかかるんですか？井戸を作るお金、そうね、70ドルは必要ね。70ドルか。きれいな水が飲めないために死んでいく人がたくさんいると先生の話を聞いて最初はすごく怖かった。そして後で悲しくなったんだ。それでその時僕に何かできないかなと考えたんだ。ねえママ、アフリカの井戸のために70ドル必要なんだ。どういうこと？ライアンは早速母親のスーザンにアフリカの人たちを助けるため井戸を作る費用の70ドルを出してほしいと頼んだ。ライアン、70ドルは大金よ。家にそんな余裕ないわ。母の返事はがっかりするものだった。困っている人を助けることはいいことだと思いましたが、ライアンはまだ6歳ですし、その時私は本気にしていなかったのです。しかしライアンは諦めなかった。その日の夕食時、今度は父のマークにお金を出してくれるように相談した。ねえパパ、アフリカに井戸を作るために70ドル必要なんだ。ライアン、残念だが70ドルは出せないよ。だってパパはいつも言ってるじゃないか、困ってる人がいたら助けなさいって。分かったライアン、でも70ドルは大金だから簡単に手にすることはできない。そうだ、パパにいい考えがある。うん。父の提案は家の手伝いをし自分で70ドルを稼げばいいというものだった。部屋の掃除機がけで2ドル、家族とテレビを見る代わりに窓拭きをして2ドル、おじいちゃんが工芸に使う松ぼっくりを拾い集めてお小遣いをもらい、庭の掃除をして2ドル。かわいそうね、あんなにこき使われて。うん、
全くだ。さらにライアンは目標の70ドルに向かってグラフを作り、日々の成果を書き込んでいった。多くの困っているアフリカの人たちのために井戸を作りたい。その目標に向かってライアンは手がかじかむような寒い冬の日もくじけることなくひたすらお手伝いに励んだ。そんな努力の甲斐あって、少しずつだが着実にお金は貯まっていった。そして4ヶ月後、ビスケットの缶はコインでいっぱいになり、ライアンはついに目標の70ドルを達成させたのである。ライアンがわずか4ヶ月で70ドルを集めたのは信じられませんでした。でも私たちはアフリカに井戸を作るためにどこへお金を送ればいいのかわからなかったので、私の友人に相談したのです。母スーザンは国際開発組織で働いていた友人からウォーターカンという非営利団体があることを聞き、募金をするためライアンと共に70ドルを持って事務局を訪れた。この70ドルでアフリカの人たちに井戸を作ってあげてください。ありがとうライアン君。これでアフリカの人たちもきれいな水が飲めるんだね。ライアン君の気持ちは嬉しいわ。でも井戸を掘るにはもっと多くのお金が必要なのよ。え、どういうことですか？ライアンが学校で聞いた情報は正確ではなかったのである。実際に井戸を掘るためにかかる費用は少なくとも2000ドル必要だったのだ。70ドルでは井戸のポンプ代にしかならなかった。ねえライアン、あなたはよく頑張ったわ。そうだ、他人を思いやる心が大事なんだ。お前は立派に70ドルも集めた。それだけでも十分じゃないか。ママ、パパ、僕頑張るよ。アフリカに井戸を作るためにもっとうちのお手伝いをして2000ドル貯めるんだ。ライアンは諦めていなかった。果たして若干6歳のライアン君に2000ドルもの費用を稼ぎ出すことができるのか。